こんばんは、ゆめです。ブラックホールと聞くと、あなたはどんな感じがしますか？不気味で怖いような感じ？それとも風変わりな面白い天体だと思いますか？私はなんだか恐ろしいものだと思っていました。でも今では全然変わってしまったんですよ。ブラックホールはとても魅力的な天体です。今日はブラックホールについてお話ししてみましょう。今までのイメージはすっかり変わってしまいますよ。だって私たちはブラックホールの中にいるかもしれないんですから。地球がブラックホールの中にあるですって？それどころか、太陽系も天の川銀河ももっと広い宇宙全体が丸ごとブラックホールの中にあるなんて信じられませんよね。一体なぜそんなことを考えたんでしょう。だってブラックホールといえば巨大な重力で吸い込まれたら光さえ出てこれないなんて聞いたことありますよね。もしブラックホールの中に入ってしまったら、どんな物質も光の速度に近いスピードで中心に向かって落ちていきます。物質はその過程で引き伸ばされてバラバラに引き裂かれてしまうはず。一般的にはそう言われていることが多いですよね。ところがこの説明は古典的なものだということを知っていましたか？現在ではいろいろな理論に発展しているんです。謎が大きいほど解明される内容も素晴らしくて、例えば宇宙の始まりや進化、それにダークマターやダークエネルギーとの関係で宇宙の構造や膨張の謎まで解き明かせるかもしれません。ブラックホールを知ることはとても大きな謎解きになるんですよ。ではここからはブラックホールの研究についてわかりやすくお話ししていきましょう。まず一つ目は、基本になっているブラックホールについて簡単におさらいしますね。見えない巨大な重力の存在はアインシュタインによって可能性が示されたんですよ。1905年の特殊相対性理論では、初めて時間と空間をまとめた概念が時空という言葉で表現されました。時空って今ではすっかりおなじみの言葉ですよね。また10年後の一般相対性理論によって、物質の質量が大きいほど周りの時空を歪ませることを説明して、ニュートン力学の限界を突破したんです。そしてとても密度の高い物体が光すら逃れられない特別な領域を作る可能性があると言いました。アインシュタイン博士の提唱はそこまで。ブラックホールという名称が生まれるのはずっと後のことだったんですよ。初めてブラックホールという名前が使われたのは1964年。サイエンスニュースレターという科学誌の記者が、黒い穴、ブラックホールと表現したものでした。それを物理学者のジョン・ホイラーが気に入って使い始めたんですって。記者はまさか物理学会で正式な名前になるなんて思ってもみなかったかもしれませんね。それではブラックホールとは一体何でしょうか。一言で言うと、とても簡単です。ブラックホールは星の残骸なんですよ。ではどのように残骸になるのか簡単に説明しておきますね。
太陽のように自ら輝く星を恒星と言い、輝きは内部の核融合のエネルギーで発せられています。核融合とは、光と熱を放出しながら水素をヘリウムに変換しているんですね。でもその材料を使い果たすと、徐々に重たい元素が作られて中心部が入れ替わっていき、鉄ができた段階で内部が安定してしまうために活動が終了します。大きさによっては数十億年もの間、星を輝かせていた活動を終えると、内側から押し出すエネルギーを失って一瞬にして収縮すると、中心部への圧力は限界に達して衝撃波が生まれ、外側に向かって押し出します。それが表面に伝わって爆発する。これが超新星爆発、スーパーノヴァと呼ばれる大爆発です。爆発はものすごい高エネルギーの場となって、プラズマ状態の中で鉄以上の重たい元素を作り出して宇宙に放出したんです。そしてその超新星爆発から生み出された元素を材料にして、私たちの地球も生まれたんですよ。さあ、その後はどうなると思いますか？爆発後の中心部はさらに縮小して、周囲に強力な重力の領域を形成するのですが、巨大な重力だけになった天体にはもはや物体はなくなって表面さえありません。表面がないって怖いですよね。だって私たちは表面を見たり触ったりして確認しているんですから。ただ領域には境界があるんです。境界はイベントホライズン、事象の地平線と呼ばれているんですよ。そして境界の中は観測不可能で、中心部の密度は無限大。とてつもない質量だけになった残骸がブラックホールというわけなんです。じゃあ太陽はいつかブラックホールになるのでしょうか？いいえ、太陽はブラックホールにはならずに別の終焉を迎えます。恒星の終わり方を決めるのは質量なんです。ブラックホールになるには太陽の30倍以上とも言われる大質量が必要なんですよ。とても大きな輝く恒星だったんですね。ここまでで通常知られているブラックホールの正体がお分かりいただけたでしょうか？巨大な重力は星々を従える銀河の中心になっています。私たちの天の川銀河の中心にもブラックホール、いて座 A スターが存在しているんですよ。アインシュタインの一般相対性理論は極大の世界を数式で解き明かしました。謎になっていた重力は大規模な宇宙を説明可能にしたんです。そこではブラックホールに入ってしまうと巨大な重力に捕まって光に近い速度で中心に向かって落下することを示してくれました。でももはや重力の値は無限大になってしまいます。無限大が出てくると計算は不可能になり、内部の物理的な様子に関しては説明できなくなってしまうんですね。ブラックホールの内部は通常の物理法則が通用しない世界なんです。そこでこの問題に対しては極小の世界を理解する量子力学が必要になるんですが、この2つの物理理論は様々な矛盾を引き起こしてしまい、
とても相性が悪いんです。なんて難しい研究なんでしょうね。でも研究者たちが生み出してくれた新しい理論が量子重力理論なんですよ。量子重力理論は最も深い未解決の問題を解決しようとするもので、有名な研究者には車椅子の物理学者スティーブン・ホーキング博士がいます。そしてもしかして宇宙全体がブラックホールの中に存在しているのではという可能性を示してくれたんですね。なんだか面白そうじゃないですか。ではどんな理論なんでしょう。それでは私たちはブラックホールの中に住んでいるという理論を紹介していきましょう。研究者や論文の中ではブラックホール宇宙論とも呼ばれているものなんですが、宇宙はまるでロシアのマトリョーシカ人形のように入れ子構造になっていると主張しているんです。より大きな親宇宙の中に子宇宙が入っているんですって。あれ？でもブラックホールの中では物質は伸びて引き裂かれてしまうはず。おかしくないですか？なぜそう考えられたのでしょう。実はこのアイデアは最初1970年代に提唱されていました。その頃、量子力学はシュレーディンガーの猫で有名なシュレーディンガーの方程式やハイゼンベルグの不確定性原理などが次々と提唱されて発展している段階だったんです。そして21世紀にかけて理論物理や宇宙論が活発に研究されるようになると、先に説明したブラックホールの様子とは異なる考え方が現れてきたんですね。では現在の研究はどうなっているのでしょうか。量子重力理論の研究は現在も進行中で、活発な研究が行われていますよ。私たちはブラックホールの中にいるという2023年の研究を3つ紹介してみますね。1つ目はロードアイランド大学の物理学者ガウラブ・カンナ氏で、彼はブラックホールになる過程はビッグバンの逆だと言っています。ブラックホールがあらゆる物質を飲み込んで超高密度の小さな中心、特異点になっていくのに対し、ビッグバン理論はまさに特異点が爆発した状態で、数学的にもとてもよく似ているそうなんです。え？ってびっくりしちゃいませんか？だって難しい数式でなくてもイメージできちゃいますよね。2つ目はニューヘイブン大学の物理学者ニコデム・ポプラウスキー氏の研究で、彼は我々の宇宙はブラックホールの中で作られた、故に人類はブラックホールの中にいるという説を発表しました。ビッグバンには種になるものがあって、それは新しい宇宙のすべての質量とエネルギーが一つの粒の中に押し込められている。宇宙の種は植物の種と同じように基本物質が高度に圧縮されて保護核の中に隠された状態になっていると主張しているんです。宇宙に種があったなんて。しかも前の宇宙が圧縮されたものだというのですから、すごく面白いと思いませんか。カンナ氏は親宇宙、ポプラウスキー氏は母宇宙と言っていて、
どちらも今の宇宙がお腹の中や、あるいは種を作っていたとしているんですね。ブラックホールから生まれたのなら、もう怖いどころか感謝しかありませんよね。三つ目は、バークレー大学の物理学者、チャールズ・ライン・ウィバー氏の研究で、彼は宇宙のすべての物質の質量とサイズを一つの図に落とし込みました。すると、重力によって禁じられた領域を発見して、宇宙がゼロ密度の空間に囲まれている可能性を発表しました。そのことは、宇宙自体がブラックホールであることを示唆しているというのです。彼もまた宇宙の初期状態を研究している科学者なんですよ。このように宇宙の始まりは大きな研究テーマになっていて、現在ではさすがに無から生まれたというのは無理があると考えられているんです。ブラックホールはその中でも重要な関係がありそうなんですね。量子重力理論はさらに科学の限界を突破して、科学の未来を築こうとしていますよ。20世紀の終わり頃には、弦理論やループ量子重力理論に至っています。そして、ブラックホールの情報パラドクスの解明にも取り組んでいるんですよ。情報パラドクスって何？って思われましたか？ブラックホールの情報パラドクスはとても興味深い話なんですよ。ブラックホール情報パラドクスとは、量子力学と一般相対性理論の矛盾なんです。何が矛盾するんでしょうか？ブラックホールが吸い込むものには、そのものの情報が含まれているわけですよね。そして無限大の重力であらゆるものを吸い込むと、もう出てこれなくなるはずです。では、閉じ込められた情報は外の世界には戻ってこれないことになりますが、そうすると情報は消滅したことになりますよね。実はこれは理論の法則違反なんです。なぜなら、量子力学の理論では情報は永久に失われないという掟があるんです。どんなことが起きても情報は永遠に保存されるはずなのに、ブラックホールではどうなってしまうのかという問題を抱えているんです。ホーキング博士は、ブラックホールは最終的に蒸発してしまうと言いました。彼はその時、情報も一緒に蒸発してしまうから保存されないで消えてしまうと主張したんです。でもその後、ブラックホールが蒸発しても実際は情報を保存していると訂正しているんですよ。ではその後はどう考えられてきたんでしょうね。何やら難しそうですが、いろいろな案をそれぞれ軽く紹介してみましょう。その1、まずは情報は失われて回収不能になるというもの。これなら普通に理解できますよね。でもエネルギーの因果律や保存の法則には矛盾してしまうんですよ。その2、ブラックホールの最後の蒸発の間に情報は徐々に漏れ出していく。これなら消滅はしないですよね。でも重力論からは全く外れてしまいます。その3、ブラックホールの蒸発の最後に情報は突然逃げ出してしまう。まだ重力が支配していますね。でも
逃げ出す直前に極小のブラックホールが情報を保存する可能性が残されているんです。その4、情報は最小単位の残骸に保存される。最小単位はプランクサイズというとてつもない小ささなんですけど、残骸には無限の容量があることになってしまいます。その後、今の宇宙から切り離された赤ちゃん宇宙に保存される。これなら先ほど紹介した理論ですね。物理的にも掟破りではないんです。でもこのシナリオを証明するには宇宙の生まれ変わり論が確立されなければいけませんよね。その6、過去と未来の間で存在する。過去と未来の相関関係って難しいんですけど、未来には別のものとして再現されるかもしれないんですって。欠点はどのように再現されるのかは全く不明になってしまうんです。最後はスーパーアイデアが登場します。これはファイアウォール仮説と呼ばれていて、ファイアウォールとはイベントホライズンあたりの仮説の高エネルギーの壁なんです。物質の情報はこの壁に衝突して内部への侵入をブロックされて、そもそも内部に入らないという仮説なんですよ。え？ってびっくりしちゃいますよね。なんということでしょう。そもそも物質も情報もブラックホールには吸い込まれないなんて。この説によると引き寄せられた物質もその情報もファイアウォールのエネルギーでカリカリに焼かれてしまうかもしれないんですって。ずっとずっとブラックホールの内部に落ちたらどうなるのって思ってたのにです。最後にブラックホールは存在しないという考えも紹介しておきましょう。実はブラックホールの存在自体を疑っている科学者も大勢いるんです。ブラックホールだと思われていたものは実はブラックホールのように見える別のものかもしれないというんですね。え？じゃあ一体何なの？そもそもブラックホールは仮説の天体だったのに、近年の観測結果からやっとその存在が認められてきたというのに。2023年、ジョンズ・ホプキンス大学のピエール・ハイドマン氏のチームは、トポロジカル・ソリトンの可能性があると主張しているんです。トポロジカル・ソリトンって何でしょう？聞き慣れない名前ですよね。まず、ソリトンとは波の形を変えないまま進む特殊な現象で、数学の説明でも使われるものなんです。トポロジカルソリトンはこの特殊な波の中でも特別で、わかりやすく例えると川の中の渦のようなものが形を保ちながら移動するんです。量子力学では独特な性質を情報伝達の技術や量子コンピューターに応用しようとしています。それがブラックホールとはどういうことなんでしょう？研究ではトポロジカルソリトンの近くを通過する光の挙動を調べたところ、ブラックホールとほぼ同じように時空をねじ曲げて光に影響を与えたそうなんです。そして観測されたのはほぼブラックホール。周りの光は曲がり、中心部は暗い影、
このため、もしかしてブラックホールだとされていたものも、トポロジカルソリトンの可能性があると言っているんです。それなら、近づいても脱出できるそうですから、光さえ抜け出せない黒い穴ではなくなってしまいますよね。でもその実体はなく、仮説的な存在なんです。今日も世界中で研究が進められていますけど、科学者たちは今までの仮説がすべて間違っていても何も不思議はないと言っているんです。いかがでしたか？今日のお話でブラックホールのイメージが変わって不思議で面白い天体だと思っていただけたらとても嬉しいです。それに天体の面白さはまだまだつきません。もしよかったら、あなたの知りたいことをコメント欄で教えてくださいね。それでは今夜も良い夢を見られますように。おやすみなさい。